2022年、7月22日、21日、佐藤秀一ライブでございます。まあね、明日、オンラインのですね、記者会見、行います。今週末の予定として、まずね、明日オンラインの記者会見を行います。まあちょっと内容的にはね、被爆77周年原水爆禁止世界大会についてということでね、行います。まあ、比較平和行進というのはその前に行われるわけです。まあ、全国各地からね、広島を目指しているんですけど、まあ、どこかで参加予定ということになると思います。そして8月4日から6日のね、原水爆禁止世界大会、広島大会、ここにね、参加をね、するということになります。まあ、ちょっと今年コロナの関係でね、やっぱり人数をね、やっぱりそんなに多めというわけにはいきませんけどね。もし参加されたいという方がいらっしゃったらね、ちょっと早めにね、申し出ていただければな、というのは思っております。それから平和行進ね、開会集会に行います。平和行進ね、大会のね、直前にね、行うということですよね。あとね、まあ、分科会がね、翌日ね、5日ね、広島市内各地でというと。で、6日がね、平和記念式の後ね、まとめ集会やる。で、まあ、新型コロナによるね、行動制限ね、まあ、緊急事態宣言等がなければね、あるいはマンボウ等がなければね、まあ、実施予定ということになります。それか、まあ、統一教会の問題についてね、まあ、自民党会見がね、多大な影響ね、ここはやっぱり非常に一つのポイントだと思いますね。そこを中心にね、お話しを意見交換していきたいなと思います。それから25号線のね、双葉山トンネル問題についてね、引き続きやっぱりね、考えていきたいなと思うと。で、23日の土曜日ね、広島介護福祉労働組合の大会があります。私が所属しております、労働組合。まあ、特に非正規公務員であるね、介護認定調査員のね、労働条件の、ね、向上に力を入れているということですね。広島県議選に